どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサイです。そしてブルックライン店長の大台です。そしてせーの、オケタニです。オケタニでいいっすか。カズキな。カズキです。相変わらず緊張してますか。いやもうバックバックもう可愛すぎるわ。可愛い。いやもう本当緊張する。カメラないと思って。向こう側の早期に話すぐらいの感じで。あ、オッケーです。やってくださいね。いつも通り。いつも通り。通り通り早期と話すぐらいで。オッケーです。お送りしてください。お送りします。はい、ということで、はい、今回は JFK の、スタッフのカズキ。はい。くんの最近の購入品ということで、紹介していただきます。よろしくお願いします。やっとその、高台の DNA を引き継いでますから。引き継いでます。めっちゃ買ってますね。えぐいぐらい今月は買いました。めっちゃ買ってるよね。やばいっすよ。まあ、さっき撮影前にちょろっとだけその購入品僕は確認させていただいたんですけど、めちゃめちゃやばいね。うん、やばいです。今回どんな括りで持ってきたんですか。やばい。シャツですね。はい、シャツを。ヴィンテージのシャツ。はい。ということで、まあ、ね、前回もね、高台がビンシャツを紹介していただきましたが、はい、今回もカズキもやばいね。うん、その長やっぱ長袖のシャツ多めですか。多めですね今回。結構夏も長袖のシャツ腕まくりが多い。多いですね。あ、半袖とかが、うん。あまり着ないと思います。ああ、なるほどね。はい、まあ長袖ばっかりなんじゃ。シャツが多いっすねやっぱり。まあその辺は我々はね、はい、長袖好き同盟ですから。はい、そうですね。まあやっぱ長袖袖まくりがちょっとセクシー、セクシー色気あるっていうか。そうですね、色っぽい男に憧れるんで。はい、いや分かる。やっぱりそのなんか大人な雰囲気とかを、うん、はい、出せる。そういう感じです。はい、じゃあもう行きますか。すいません。はい、じゃあ一つ目から、はい、紹介してください。はい、一つ目が50年代のシャツ。いや、はいはい、これかすりですかね。かすりなんですかね。かすりっぽい感じ。織りが、織りの柄だね。うん、はい、このレーヨン、レーヨン、レーヨンっすね。レーヨンで、ブランドがやめてください。落ち着こう。はい。タングラスですね。タングラスです。これ柄、カラーも渋めだし、そうですね。で、この織りのだけの柄というか、はい、この辺もやっぱ渋さあるよね。めちゃめちゃかっこいいなと思って、買わせていただきました。これはブルックラインで。そうです。あ、そうなんだ。はい、そうです。ブルックラインのピンクのやつをカズキが買ってくれました。さすがだね。はい、あ、一目惚れですね。あ、なるほどね。本当に、うんうん、このかっこいいね。ちょっとこの、ワンポイント、ワンポイント、うん、襟と、ポッケにワンポイントあるっていう感じ、うん、はい、なんか結構単色のベージュ系は多いと思うんですけど、うん、はいはいはい、なんか僕のピックの時この織りの感じ、うん、ね、織りの柄みたいな感じが、うん、意外とないかなと思って。そうだよね。これはすごい、これは。そして、ピックしてきましたね、これは。で、まあ、若手スタッフに買わせて。まあ、しょっちゅう見に来るんですよ。めっちゃ。毎日行くもんね。僕らにも立ってくれてるんで。あ、そうだよね。なんで、やっぱ欲しい。ね、何かとね。何かとやっぱり、いい服は多いんで。なんかやっぱり、そりゃそうです。欲しいなって。やっぱボスのピックはピックなんで。そうそう。それはいい服しかないですから。本当にそうなんですよ。で、まんまと。まんまと。でもこれかっこいいよな。まあこの色はもう何にでも合わせられそうだもんね。うん。うん、まあ、あとはもう白タンクと、うん、パンツはもうマジ何でもいいなっていう。何でもいけると。感じで。はい、うん、で、これもオールシーズン着れるしね。オールシーズン。インナーにして、カーディガンで、はい、ヘビアウターとか、うん、そんな感じも着れますから。うん、これはもう、ね、年中ですね、うん。まあこれ素晴らしいですね。これが一つ目ですね。一つ目です。はい、これはタウンクラフトの何年代？50年代です、ね。50年代の、レオンシャツ。レオンシャツ。はい、ということで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあサクサクいきましょう。続いて2枚目ですね。はい、2枚目、こちら青とグレーのチェックシャツですね。はあ、すげえな。これもレイヨンですか。多分レイヨンは
入ってるかなと思うんですけど、ポリっぽいのも入ってそう。そうですね。河川も入ってますかね、うんうん、年代的にどんな感じですか。これも多分5、60ぐらいだと思うんですけど、うん、そうやね、まあ、50だね、はい、うん、これかっこいいな、これめちゃめちゃ気に入ってますね、うん、素晴らしいですね、はい、これやっぱ柄と配色、配色で買いましたね。あ、やっぱ青とグレーの配色が多いのが結構個人的には好きで、うんうんうん、あ、なるほどね、グレーのおズボンと合わせたいなと思って、うん、あ、そうか、買いました。まあ、カズキも結構スラックス履くこと、まあ、っていうかスラックスがメインだもんね。そうですね、ほぼほぼスラックスですかね、うんうん、で、そのグレーのスラックスとこの色を取って、そうですね、グレーチェックがちょっとグッとくる感じだ、はい、めちゃめちゃ拾うのが好きなんで、色を、はい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 、だから必ずその、うん、まあ入ってる色でコーディネート組むことが多いんで、うんうん、なるほどね、グレーのパンツとかは結構あるんで、はい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 、まあ、そういう服にも合うかなと思ってこれは買わせていただきました。なるほど、いや、これかっこいいな。なんか縦がこの白の方がいいです、うん、いや、これいいよね。普通こう、ね、そのまま入ることが多いですけど、はい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 、この細かいなんか線で、うん、しかも糸ですね、糸でやってるのがすげえかっこいいなと、うん、これかっこいいな、はい、これも一目惚れな感じですか。うん、マジの一目惚れです。マジの一目惚れ、はい、まあ若干ね、ちょっとダメージとかはありますが、はい、そういうのはやっぱ気にしない、もう気にしないです。汚れとダメージは全然気にしない感じ。雰囲気として、はい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 、もう全然かっこいい。味として、ね、味として全然、まあそのアイテムが醸し出す雰囲気でそれがありならいいよね。あ、そういう感じです、うん、本当に。まあ、ちょっと違うのもあるじゃん。うん、確かに正直。確かに。例えばプリネルがボロボロとかはちょっと違うじゃん。コットンのプリネルがボロボロってちょっと違うじゃん。はい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 、だからこのレーヨン系のちょいボロとかは、まあそれも雰囲気だよね。うん、で、うん、許容範囲というか、うん、はい、うん、その辺もあるよね、うん。アイテムによってだよね、はい、うん。これは素晴らしいですね。これは2つ目ですね。2つ目です。うん、2つ目は、これは50年代かな、50年代ぐらいの、まあ、ヴィンテージのシャツとかです、はい、じゃ続いていきましょうか、はい、はい、素晴らしいですね、いいの買ってますね、相変わらず皆さんこちらもヴィンテージ、いや、もう大好き大好き、この柄大好きよ、うん、50年代のオンブレチェックシャツです、ね、もう最強だよね、うん、オンブレチェックなんて最高です。あ、これかっこいいよな、うん、まあ、ちょうど僕もこの配色のシャツ大好きなのね。皆さん持ってるのも大体こんな感じ、この配色、ね、この配色大体だいぶもう、うん、あったら買いますから、うんうん、僕はいや本当赤ベースね、でも俺ほんとめっちゃ好きだよ、うんうんうん、やっぱこのグレーね、うん、そうですね、うん、なんか赤のチェックシャツはずっと欲しかったんですけど、うん、はい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 、赤がなんか多いと個人的にそのコーディネートに落とし込めないなっていうのが、赤の割合があまりに多いと、はい、ちょっと微妙かなっていう、そういう時にちょっとグレーが多い赤チェックがあったんで、うん、もうこれだと思って、うん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 、これは買わせてもらいました。これもレーヨン、レーヨンっすね、レーヨンのオンブレ、オンブレっす、もう最強だよねこれ以上ないよね、個体としては。いや、マジでこれは完璧だなと思います、ね、これ完璧だわ。やっぱ赤苦手意識多い方ね、いっぱいいらっしゃると思いますが、うん、来たらかっこいいからね。いや、めちゃめちゃこれはかっこよかったです、うんうん、これしてみて、かっこいいよな。なんか結構定番だと白が多いじゃないですか、はいはいはい、白が、はいはい、でもグレーが入ってることによって、うん、まあ、カズキっぽさみたいなのが、はいはいはい、ちょっと大人っぽさで、うん、大人っぽさ、アメカジすぎない感じが出る感じがっぽいなって思って、うん、いわゆる大人の赤の着方というか、うん、ですね、あ、うん、赤グレーはそうですね、おちょっと大人に寄ってるよね、うん、そういうのがしたかったなるほどね、はい、いや、いいと思う、絶好のシャツです、ね、あ、うん、もうめちゃめちゃ狙い通りの、狙い通りのね、うん、はい、うん、で、これにブラックモヘアとか合わせた、あー、うん、合わせたですね、やってるね、に、うん、グレーのパンツで、はいはいはい、もう本当に、あ、そうか、そこもちょっとグレー、赤とグレーを拾って、グレー好きやだね、グレー大好きですよね、なるほどね、そうさっきもグレー入って、そうかそうか、はい、確かに、うんうんうん、これいいですね、うん、これめちゃめちゃ好きです。この年中使えるシャツだよね、年中使えますね、インナーとしてもいいし、1枚でパリッと着ても決まるっていう、はい、これ素晴らしい買い物ですよ、はい、ボタン大きいのも可愛いですね、うん、ボタンもかっこいいよね、ちょっとパジャマシャツっぽいじゃないですけど、うん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 、ぐらいの大きさのついてます、うん、これも素晴らしいですね、はい、これが3つ目ですかね、3つ目、はい、3つ目、50年代50年代の、レイヨンのオンブレ、はい、チェックシャツということで、ありがとうございます、はい、
続いてラストですかね。ラストはい、ラストいきましょう。大丈夫よ、頑張ってるよ。ありがとうございます。ちょっと慣れてきた。うん、ああ、そうだね。できてる、できてる。よかった。いやもうできてるよ。バクバクだったいや、素晴らしい。はい、ラスト。最後がピンクとグレーのオンブレチェックシャツ。いや、これもエグいよ。これやばいっすね。これも年代は50年代ぐらい。50年代ぐらいです。なあ、素晴らしいですね。もうまたグレーですね。いや、やっぱりなんかグレーが好きなんでしょうね。うん、で結構シャリ感があるレーヨンですね。すねこれもレーヨンシャツ。はい。いやめっちゃいい。本当シャドウな感じ。そうね。ねシャドウ、うん、シャドウチェックって感じで。でピンクってまたいいね。うん、いや男の着るピンクってね結構色気あるからね。うん、ありますよね。うん結構単色だとちょっと着づらかったりもあるよね。いや確かに確かに。これ入るとまた全然男臭さ出るから、うん、そこがいいですね、うん、これは。しかもなんかこういう折り感も、そうそう折り感もあって縦とね、横ね、横もちゃんと入って、かっこいい。これかっこいいね。これも一目惚れ。一目惚れっすね。かっこいいやな、うん。配色に一目惚れ、ね、しましたね。でも50年代のシャツ、レヨンシャツで言うとやっぱピンクって別格だから、うんうんうん、一番いいからね、うんはい、その辺の年代のカラーで言ったら、うんうん、そうですね。でピンクと黒はね別格だね。はい、あこれも素晴らしいですね。うん、これもかなりじゃあ奮発して買った感じですか。いやー奮発頑張りました。頑張ったっすね。ほぼ給料吹っ飛んできました。いや素晴らしいですね。いやもうやっぱりシャツ大好きっ子なんだね。でもねシャツは大好きですね。もう年中シャツ、年中シャツがやっぱり多いですね。いや素晴らしいですね。これが、ラストですね。ラスト、はい、ラストはこの50年代50年代ののピンクのオンブレ、オンブレチェックシャツ、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと、後半はカズくんの着用の動画も撮らせていただきます、はい、よろしくお願いします。さあまず一つ目こちらは50年代、はい、タウンクラフトのタウンクラフトのシャツですね。はい、ちょっとこのレヨンシャツです。はい、折りの柄が、折りの柄めっちゃいいっすよね。これやばいな。いや素晴らしいっすね。はい、でワンポイントはポッケと、ポッケと襟だ、ね、襟ですね。で刺繍が入ってます。はい、ちょっと後ろもいいっすか。はい、いやいいっすね。ここもなんか、はいはいはい、雰囲気が結構好きで、あまあ汚れと汚れ、まあ、若干のダメージもあるが、まあそう全然許容範囲ですね。それがめちゃめちゃ、はい、はい、ありがとうございます。いやそれめっちゃかっこいい。はい、うん、いやいいね、いい色ですわ。うん、はい、これが一つ目ですね。はい、一つ目、はい、50年代のタウンクラフトのシャツ、シャツです、ね、はい、ありがとうございます。さあ続いて二つ目こちらが50年代のチェックシャツですね。はい、でレーヨンとポリっぽいかな。ポリっぽいですね。まあ、河川もね、はい、入ってそうですね。はい、いやこれ柄めっちゃいいわ。いや最高っす、ね、配色めちゃめちゃいい。マジでいいんですよ、うん、でバランスもめっちゃいいね。いやサイズバランスめっちゃいいっすね、うん、これは、うん、じゃあ後ろもいいっすか。はい、いやこの柄と配色本当に素晴らしいね。いや完璧です、ね、うん、ありがとうございます。はい、でまあ、これは、グレーのスラックス合わせたい感じですか。そうですね、本当は、はい、グレー、まあ、黒でも合ってますが、はい、気分的にはそうですね、色を拾ってグレーのパンツで、うん、合わせたい感じ、合わせたいですね。いやこれ素晴らしいですね、はい、はい、これが2つ目ですね。はい、はい、2つ目が50年代の、チェックシャツですね。はい、ありがとうございます。さあこれが3つ目ですね。はい、はい、3つ目こちらが50年代オンブレチェックシャツ、はい、でレーヨンですね。いやこれがね、はい、私はこのシャツが一番好きですね。完璧です。完璧ですね。まあ配色、バランス、はい、でオンブレの加減、加減、チェックのデカさ、はい、全て100点ですね。これは100点です。うん、でこのポッケの柄合わせも完璧ですね。完璧ですね。完璧ですね。で後ろもいいですか。はい、うん、これこの赤グレーが一番好きなんだよね。これめちゃめちゃいいな。いいの手に入れましたね。はい、OK です。ありがとうございます。でこれもじゃあグレーのスラックス合わせたい感じ、本当は。そうですね、グレーで。うん、あとはまあ黒でもいいな。全然黒でもいいよね。はい、うん、いやこれ素敵だな。はい、これが3つ目ですね。はい、3つ目。はい、50年代のこれもレーヨンシャツですね。はい、レーヨンですね、はい、ありがとうございます。さあカズキラストですね、これが、はい、はい、こちらが50年代のオムレチェックシャツ、はい、こちらはレーヨンですね。です、はい、こちらもレーヨンですね。
やこの柄やばいね。やばいっすよね。やばい。まあ、ちょっと画面じゃさすがに伝わりにくいですが、これ実物はかなりやばいっすね。かっこいい。これ一番やっぱやばいね。やばいっすね。やばい。うん。これちょっと後ろもいいっすか。はい。はい。いや、これマジすごいね。めちゃめちゃいいっすよ。うん。で、これはちょっと他のと違って、ちょっとシャリ感がある、はい、うん、レイオンですね。ちょっとパリッと固めのレイオンというか、はい、うん。ありがとうございます。いや、これサイズバランスもめちゃめちゃいいですね。サイズバランスめっちゃいいっす。うん。いや、これすげえな、うん。いや、素晴らしいっすね、これは。はい。ありがとうございます。これが、ラストですね、4つ目。はい。4つ目ですね、はい。これも50年代の、はい、レオンシャツ。レオンシャツ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで今回は JFK スタッフのカズキの最近の購入品紹介ということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ長袖最高っすね。長袖最高っすね。やっぱ夏でも長袖を腕まくりするスタイルが、もう我々そうだよ、3人ともそのスタイル好きだもんね。そうですね。確かに。うん。もうこれ結構推奨していきたいよね。ああ、そうですね。うん。まああと幅が広がるからね、はい、夏でも。うん。やっぱワン、ツーでもう T シャツとパンツだけみたいな、こういうのが増えると思いますが、はい、ちょっとだけ暑いの我慢して、うん、長袖を着るっていうのも結構おしゃれかなと思います。うんはい、ということで今回どう、まあ、緊張しました。えぐい緊張しました。伝わってます。前半なんてもうマジで覚えてないです。緊張しすぎて。高台も緊張してた。みんな通る道。みんな最初は緊張しますからね。はい。はいまあ、これからもよろしくお願いしますね。頑張っていきます。はい、本当に。服はめっちゃ買ってるんでね。服は買ってるんで。あ購入品はいっぱいあるんで。うん、あと喋る。ね。そうです、ね。喋る方をね。はい。頑張っていただいて。頑張ります。大丈夫かな。いや、大丈夫。はい、慣れていこう。慣れていこうね。はい。俺とコーデでサポーターするから。お願いします。なんかいいですね。こう記録として残っていく。そうそうそう。過程が。確かに。それ見れるから、自分で。そう、和樹の成長も、コンテンツだから。そうですね。そう。みんなそれ応援してるから。うん。うん、もっと頑張れみたいな、うん。それもコンテンツの一つだからね。うん、はい。よろしくお願いします、これからも。はい。で、今回はこんな感じで、はい、はい。終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。